どうもパーシーチャンネルでーす。はい、今日は東京都の小石川後楽園という庭園にですねやってきました。こちらの庭園を歩きながら今週の予定を発表したいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、まずはですね、今週火曜日になりますが、結構久しぶりの企画ですが、こちら第6弾です。第6弾って言ったらわかるかな。はい、第6回目、色を探せをやってみたいと思います。今までのね、探せシリーズはね、全部僕の家の中でねこう撮影したものが大体だったんですけれども、今回はですねちょっと違った趣向を凝らしまして、本の中に飛び込んで色を探してもらいたいと思います。かなり難易度高いですからね、楽しみにしていてください。東京には確かね、浜離宮庭園とか小石川後楽園とか陸義園とか、なんか 6カ所ぐらい編んでるんですよね、確かね、こういう庭園がね。その中の一つに今日はやってきたわけですが、このバックに東京ドームがドンって見える感じがすごい異様ですね、なんかね。はい、そして今週の水曜日ですが、コメントたくさんいただきました。大反響の 2D トーマスについての動画のですね、コメント読み上げ&新キャラカナとトーマスのね、塗り絵をやってみたいと思います。お楽しみにしていてください。はい、そして最近はね、木曜日にアップするのが恒例となってきましたが、木曜日はパーシーストーリー第155話目ですね、感謝争奪戦というお話をアップしたいと思います。この前動画でもアップしましたが、鉱山鉄道のねスカーロイたちの機関庫を作ったんですが、それをねついにパーシーストーリーに登場させたいと思うのですが、それを横目に見ていたまだ機関庫を持っていない機関士たちがトップハモに詰め寄るわけですが、どうなるんでしょう、お楽しみにしていてください。すごいですね。ここは江戸時代の酒飲み場、今でいう居酒屋さんですね。ここね、意外と広いですね。小石川後楽園ちょっと侮っていました。赤ちゃん抱っこしてね、この砂利道をずっと歩き続けるのはかなりしんどいものがありますよ。しかも寝てるし。大きいな。どっちから来た？西門から来て、西門から来て、今こっちからこう来て、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 ここ見て、ここ見て、ここ見て、こう来たのか。うわ、まだまだだね。そして今週の金曜日か土曜日にカプセルプラレールトーマスガチャのですね、シリーズ100、もしくはその次のね、なんかもう次のがなんか出てるようなことを聞いたのですが、そちらを見つけたらね、ぜひやってみたいとも思いますし、その新しい、本当に新しいのがなかったら、まあ、シリーズ100をね、あと追加で5回ぐらいやってみたいとも思っています。まだね、ゴールデントーマスもダグラスも当たってませんので、ちょっと気合い入れてやってみたいと思います。もう結構残り物にはなってるでしょうが、残り物には福があるを信じてね、探してみたいと思います。はい、ということでこちらが今週の予定となります。それに加えてね、こうやってお出かけもたくさんしたくなる季節でもありますので、皆さんも楽しい1週間、そして週末をお過ごしください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いしますね。それではまたご覧ください。バイバイよ。